はい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 、皆さんこんにちは、こへでございます。ということでね、まあ多分この動画上がってるのね、大晦日だと思いますが、いやー2022年ね、本当にいろんなことがございました。まあね、この動画ね、もう本当にノーカットかつね、もうまったりお送りする感じの動画になると思いますが、今回はですね、まあ2022年をですね、まあ振り返りつつ、まあライブ、どんなね、ライブに参加したかとかね、まあそこら辺のね、ことをざっくり語っていきつつ、2023年にね、向けた、思いだったり、2023年がね、どんな、ラブライブにとって年になるかということもですね、含めて、いろいろとね、語っていきたいなというふうに思います。とにかくね、この2022年はね、いろんなことがありましたね。まあまずね、僕にとってはね、すごい印象的だったのは、もうライブで始まった、一年でした。はい。まあ、僕の場合ね、てか皆さんもそうかもしれませんが、カウントダウンラブライブっていうのがですね、まあ、横浜のピアアリーナ MM で、まあ、深夜ライブですね、こちらが行われて、2022年の1月1日に、終演するというですね、まあ、ライブウィザースマイルがあったわけでございますよ。まあ、こちらのライブウィザースマイル、カウントダウンライブを、皮切りに、2022年がですね、始まったわけでございますよ。ライブから始まった1年でございました。本当にね、それを思わせるかのように、この1年はですね、ライブ三昧でしたね。本当に。なんだろう。もう、ラブライブが、ラブライブの勢いが、どんどん戻ってきてるなっていう、いい意味で、いい意味で戻ってきてるなって、すごくね、痛感できた1年でございました。うん。本当にね、これは間違いないと思う。で、しかもね、まあ、もちろんライブのね、勢いが戻ってきたっていうのはそうなんですけれども、ラブライブのコンテンツのやっぱり大きさをね、すごく感じれる一年でもございましたね。もうね、全国ツアーを、もういろんなとこでラブライブはライブを行いましたし、しかも、ドーム公演。ね、ドームもですね、今年だけで何回やったよっていう感じでね、ドーム公演だけで、だって、名古屋ドーム、ベルーナ、東京ドーム、やったりしてますか。あと、京セラドームもありましたからね。今年だけで皆さん、4つもドームでライブやっちゃってますからね。もう、なかなか、この2022年、本当に濃厚な1年だったんじゃないかなって思ってます。うん。でね、個人的にすごくこれは感じたんですけれども、この2022年はですね、本当にライブがさらに戻ってきたなというふうに感じれる1年でございました。はい。2021年とか、まあ、2020年もそうだったんですけれども、もうとにかく2020年2021年はライブできるだけでありがたいみたいな、うん、もう中止だったりそういったのがもう立て続けに起きてね、もうライブできるか分かったもんじゃないみたいな、できたら本当にもう有観客のライブ開催されるだけで感謝というですねフェーズだったんですけども、この2022年はですね、もうライブができるという当たり前の感謝もしつつですね、ライブが有観客開催がもうできるようになった。で、それだけでなく、もう誰もが夢見るような大きなステージ、東京ドームだったり、まあその他アリーナなど本当に大きなステージで何万人も動員したライブがですね、今年は何回も行われて、で、しかもそれだけでなく、全国津々浦々を巡る全国ツアーもですね、行われるといった形で、本当にね、かつての勢いが再びね、戻りつつあるなというふうに感じることができた、本当にそんな一年でございました。まあ、というか僕はね、そういうふうに、感じました。みんなが多くのライブに参加できる。で、しかも、ドーム公演という大きな会場でもライブをみんなが見ることができたというですね、本当に盛り上がった1年でございました。もう本当に何回も言いますよ、名古屋ドーム、京セラドーム、ベルーナドーム、東京ドームで今年だけでライブやったんですからね。もうこれまでできなかった2年間のもうライブを一気にもここでやってやるぞみたいな、もうなんか取り戻しに来てる感がありましたよね。うん、いいことだと思いました、すごく。まあそんなですね、2022年でございました。でね、もう何回も言いますけども、本当にね、
ライブだったりイベントだったり、まあね、今年は特にいろいろあったわけでございますよね。まあ、ライブだけでなくイベントもたくさんございました。まあそれにね、コラボ系のイベントもね、いろいろと再開されるようになったりとかしてね、まあこの年末ではね、あの臨海線、まあ先日ね、僕も動画で お伝えしましたが、臨海線のコラボとかね、そういった大規模コラボもね、開催されるようになってるということなので、本当にね、よりさらにね、この勢いがね、上がっていくことを期待したいなというふうに思っている次第でございます。はい。本当にね、この2022年はね、ラブライブに始まり、もう元旦からですよ。元旦からラブライブに始まり、まあ、そして新たなコンテンツも生まれて、そして大きなライブもたくさん行われたということで、本当にね、ラブライブシリーズが、の最大の魅力がね、ある意味こう帰ってきたというふうに言える最高の一年だったなと思いましたし、そして、来たるね、2023年はじゃあどうなるのかということでございますけれども、もう今からですね、2023年のもうライブ予言したいなというふうに思うんですが、もう2023年に関してはですね、さらに、本来のライブが戻ってくるというふうに僕は大いに期待しています。はい、本当に期待しますよ、マジで。ね、これまではね、ライブができるだけで感謝、もうドームでできるだけですごいといった形でございましたが、まだまだですね、コロナ禍が、まあ、影響を与えたものっていうのはまだまだいっぱいあるわけでございますよ。かつてはね、立ち見でできるだけで、立ち見でライブ見ることができるだけで本当に感謝といった状態でございましたが、もうこれからはですね、そういった垣根もだん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 こう取り払われていって、本来あるべきライブの姿、うん、立ち見やね、もう多くの人がね、会場で見るっていうのはもちろんのこと、トロッコが復活したっていうのももちろんのこと、声出しも多分されるんじゃないかなと。おそらく来年の初めすぐには声出しの解禁ということがですね、本当に行われるんじゃないかなというふうに考えていますのでね、より楽しくなり、よりパワフルになる、ね、ラブライブシリーズをですね、今後も2023年も変わらずにね、もうすでにね、ライブね、僕2、3回決まってます、てかもっと決まってるか、もう1月、2月、ね、ライブもうすでにたくさん決まってますのでね、今後もまた皆さんと一緒にライブ楽しんでいければな、というふうに思っております。そしてですね、最後にはなりますが、このチャンネルのですね、2022年の動画はこれにてラストとなります。本年もですね、当チャンネル私浩平をですねご覧いただきまして誠にありがとうございました。今年はですね、メンバーシップだったり、まあね、いろんなことを、あった年でございました。このチャンネル的にもね、来年もね、よりパワフルに、皆さんにですね、動画だったりいろんなね、楽しみをお届けできるように頑張りたいと思いますので、2023年もどうぞよろしくお願いいたします。もしですね、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。ではですね、皆様、良いお年をお迎えくださいませ。では、浩平でございました。バイバーイ。良いお年を。